そんなに姉に会えたならすぐ会わせてやるよ。え、バッドエンドなんですけど。え、いや、続く。あれ、血に染まる視界の先に見たのは音井先生の歪んだ笑顔。最高姉さんはこの男に追い詰められたんだろうか。死ななければいけないほどの真実、事実を弱みに。でもこれで最高姉さん、あなたに会える。いつものように私を優しく受け入れてくれるはず。最高姉さん、今会いに行きます。あれ、私これをエンディング見たことある。これ前と同じっすね。これジュビロはどこまで進めてくれてたんだろう。でもベイビーの声はずっと泣き、ウェーってないですね。そうっすね。んベイビー漏れか、またベイビー漏れ。これじゃあこれ最初からっすね。最初からやりますか。へー、ちょっともう、まあ、仕方ない。118件のもう一回見たいですよ ね。コメントで書かれちゃったらもう。私には三つ上の姉がいた。卒業を目の前に控えた高校3年の夏、姉は校舎の上から屋上から飛び降りた。姉がなぜ自殺をしたのか、なぜ命を絶たなければならなかったのか、あの優しかった姉が自殺したという事実が未だに受け入れることができない。あれから1年、私は姉と同じ学校に入学した。この学校では数年前から生徒が何人も行方不明になっている。姉が入学した1965年から起こり始めたこの不可解な出来事、この学校には何かある黒く濁った真実が。数日前に下駄箱に入っていた手紙、あなたが知りたいこと、22時に1年4組の教室で姉の死の真相が今日紐解かれる、解かれていくことになる。これね、早送りできなかった。できないですね、これ。じゃあちょっと頑張って、あの、あとヘッドホンしなければ多分ね大丈夫。そこまで頑張って、あそこまで行くから、はい、ちょっと、じゃあもうちょっと私もガンガン答えを、そうですね、アドバイスお願いします。できます。じゃあこれ多分入るルルルルルってなってると思うから、はい、まず懐中電灯取ります、はい、でいろいろ見ます。はい、電灯がつかないで、ついていきましょうか。ついていきましょう。連打します。音の16連打。ルルルルルルル、早い。あなたが手紙をくれた子、あで、これウェイって出てくるからみんな気をつけて。サイコ姉さん、いやでもやっぱヘッドホンはした方がいいんじゃないですか。じゃあするか、せっかくですから。ああ、で、まあもう、まあでも知ってるところなんで、まあ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 、知ってますから。そうそうそう、はい、で手紙とあれを、そうそうそう、はい、一番下なんや。うわー、びっくりした。初めてこんなやつ見たわ。怖っ。うわー、ちょっとなんかちびりそうになった。あ、ね、ちょっとどうでもいいこと言っていいかな、はい、ごめんなさいね。今日ね、あの、友達が私のこの YouTube を見たことがあったらしく、お前ってなんかその見てる人にゴリラって呼ばれてんだねって言われて、なんかちょうどこの前服買いに行った時に靴下にバナナのねマークが書いてある靴下あったから、お前に買ってきたよっつって買ってくれたんですよ。で今日それを履いてるんですよ。だから今日はなんか力強い。はい、こちらで、はい、あ、もうだいぶ覚えてますね。あのね、一回やったやつはね基本覚えてますね、大抵は。あ、そうそうそう、化学室の先生ね。で、ここ鍵がかかってるね、確か。はい、どうか出る。あれ、ここでなんかあれ見ませんでしたっけ。まだ早い。いや、あのね、もう廊下に出て、はい、床に何かあるはずですよ、職員玄関の床。床ちょっとそっちかな、怖い。あ、あれだ、イチャイチャラブラブなんだ。そうです。あ、なんかあった。本当だ、やだ、こんなのあったっけ。あー、おき手紙、王のゆたかが、ゆたかね、はい、あの、ゆたかはねストーカーチックなボーイだよ。ゆたか、ゆたかは守ろうとしてくれたんだろうな、わからないけど。で、こっちにね、あれないよ、あれ2年に行く。あ、え、こんな顔あった？ありましたっけ？あったんすね。え、怖いんだ
けど。ねえ、ドゥーンってくるやつじゃない？え、2年2組こいつってたよね。もうそれ以上左に行けないっすもんね。行けないっすね。あれ、今手紙は？手紙というかスクラップブック置き手紙。あ、1年だった、もう一個上だった。1年生のクラス。ごめんなさい。ねえ、やだー、もうほんと ベリーベリーベリーホラー、意味が分かんない、超怖いデミ。ねえ、怖いんだけど。あれね、いつになったらさ、あ、当たった、当たった、もう一個上ね。はあ、こういう、え、ねえ、なんか今までの演出と違う？近くないか。近くない、近くない。え、ここが多分、うわっ、ね、やだやだやだ、何ね、バジクロマあのね、ほんとね、機嫌悪くなっちゃった、私もう怖い。ああ、びっくりした怖い、あ怖い、あ怖い、あ怖い、まあね、直接なんかまだしてきてないですから。もう手汗びちゃびちゃだよあ、出た出た、数字ね。1年2組、そう、超黒板消し、大事大事。で、あれ1年2組に来いって言ってなかったんだっけ、行ってきてたんですよね、置き手紙。まずあ、4組行かなきゃいけないんだ。姉さんはずっと4組だったんだよ。あれ3組じゃなかったっけ、さわやか3組か。そうだそうだ、1年からずっと3組じゃないですか。そうでしたそうでした、うん、ごめんなさい。え、もうほんとね、ごめん、記憶いいとか言ってたけど全然悪いわ。いや、でもだいぶ覚えてます。うわっ、ね、またいるんだけど、もうアホかよ。レンダレンダの怒涛のジュール、ちょいちょい出てきてくれますね。ですね、お姉ちゃん、うん、お姉ちゃんもさ、せめて可愛い姿で出てきてくれたな。あ、これクラグの音ですね。なんかピロピロ音。豊かねえ、あ、来た、豊か。あ、これね、このゲームを作ってエッジスさんのね、あ、来たの誰かだと思う、この写真が。タブレーター、サエコ姉さん、一目見たその日からあなたを忘れられない、一時も目が離せない、そんなことを言われてみたい、ミーコである。いや、でも本当ね、何回やってもミーコさんはね、本当フレッシュな反応というかまあちょっとは慣れもあるかもしれないけど、いや本当で、あのね、ダメだよ、ごめんなさいね。次は何？いや、大変素晴らしいですよ、本当に。いや別に、あの、そのフレッシュでやりたいわけじゃないんだよ私も知ってるからね、うん、知ってるからなおさらこう、なんか一応ね、知ってますけどっていう振り出したいけどできないんだよ本当ね、お前一回やってんだからってコメントしてみ怒るよ私は、本当無理だから。うわほら、だって出てくる瞬間はいつも違うの。私もう本当でかいダッフィー置きたいんだけど、もう本当にでかいダッフィー、うん、でかいダッフィー置きたい。ダッフィー可愛いですよね。可愛い、うん、近いんだよ、豊か、結構ガタイ男の子ね。で、バーって出るんだ、あ、そうだそうだ、生徒手帳持ってんだよ、こういうのね。で、科学研究部ってのが分かったんだよ、この時に。3319も、あったっけ、こんなの、はい、ちょいちょい出てきますね。3319も一応メモっといた方がいい。3319、はい、3319、はい、あとね、南ね。え、ま、で、そうだ、私前回ここで、あれ、もうヒントなくなったやんってなったんだよ、編集長と。で、科学研究室に行こうってなったんだっけ。あ、違う、ね、美術室だ。でもいいっすか、スピード。あ、スピードここまで重視なんだよ、やつは。はい、ね、下駄箱です。なんで、うん、超怖い。この辺がちょっと、この辺からちょっと迷ってくんのかな。あーねー、データ豊か、すごいハーハーしてくる豊かね。私にハーハーしたってダメだぞ、はい、うん、ちょこちょこちょこピーねえ、やだ、待って、本当にやだ、ハーハー言ってくるのマジでやだ。え、で、下駄箱噛んじゃった、下駄箱のあれですか、あの、な、あのパズル？ちょっと待ってくださいね。ねえ、もうちょっと、いや、ねえ、音楽聴きながらやりたい。うん、ちょこちょこちょこピッピッピ。いや、これ音楽ずっと鳴ってるじゃないですか。そんな、こんなね、バカみたいにオーラーの聴いてどうすんねん、お前。あ、弾きがいい。あ、
これじゃない3319。ああそうかも。3319の下駄箱なんかさ、私ホラーゲームやるとさ毎回頭痛くなんだよね。てか3319もさある学校マジすげえから。待って、2じゃん。2だね。2すね。そう、この下駄箱周りが結構そうね難しい。俺もえなんか手あ違った、これは反射でした。あマジでほんとどうしよう。え、なになに、ねえなんで開いてんの。いっぱい開いてた、なんでもなかった。開いてます。え、なにミシミシ鳴ったよ今。部屋がね。ねえもうほんとにこのさボロッチーとか言わないけど言っちゃった。ボロッチくはないですよこのビル。なんかこれどこ開いても22なんぼすね。ですね。ちょっと待って、怖いから話しかけててくださいずっと。はい。ダメだ、どこも一緒だよ。22なんぼだね。なんぼですね。でもなんか一番奥だったから、うん、3319の下駄箱を探すんですよね。超怖いんだけど、超怖い。聞いてる？あ、聞いてるって誰言ったんですか？わかんない。みんな聞いてます。みんな聞いてる？うん、こっちかな。右下。え、むず。あいあい傘の方は。で、まず？うん。1234。でももうこっち下駄箱じゃないですもんね。いや、ここも下駄箱だ。これも下駄箱。ね、そうっすね。こっちです。これ？あ、ちょっと遠すぎたかな。これも下駄箱じゃないのか。あれ、なんか先生たちの下駄箱っぽいな。そうっすね。これは。これ違った。ねえ、下駄箱ってさ、こんなにいっぱいあったっけな。私ね、こういう開くタイプじゃなかった。また22なんぼ。なんでやねん。3319。あ、これいけないわ、前に。なんか、やべ、積んだ積んだ。で、ここ行って、ここ真ん中。積んだんだけど。あ、わかった。あれじゃないかな。こっちから逆向いていけばいいのかな。ああ、そういうことですか。で、こっち？でもなんか視点がね。変わらない。元に戻っちゃいますもんね。横にいなかった今。もうやだんだけど。ねえ、ちょっと、どこだこれ。ストレス。これね、こういうのが、まあ確かに。皆さんちょっとごめんなさいね、鼻かゆい。昔話とかやっぱ自分の話するのは得意じゃないな。ねえ、またゆたかが聞こえるよ。うん、これさっきと同じだよな。ねえゆたか、あネズミが怖いんですか。ネズミは怖いですよ。うち、ね、猫飼ってた時ネズミの死骸とかよく持ってきてくれてたんで、なんかネズミに対しては結構抵抗はないです、ね、マジか、きつい。あー懐かしいな、ネズミは。そう、なんか友達ね、中学校1年生の時、まあ猫まだ全然元気になったとだった時なんですけど、なんかね、私のとかこの音ね、そう、友達を呼んだんですよ、私の自分の家にね。そしたら、まあリビングでこうお話ししてて、友達ずっとこうやって足乗っけて喋ってて、で、こうなんか疲れたのか足を下ろした時にムニってしたらしくて、で、誰かの足だと思ってずっとムニムニしてたんですって。でもな、ムニムニするにしてもちょっと冷てえなって見たらね、ネズミの死骸ずっと踏んでたの、その子。